はようございます。昨日ありがとう、めっちゃ楽しかった。本当嬉しい、ありがとう、来てくれて。そう、ツインテールしました。ナルト巻きツインテール。そう、昨日はね、徳島2公演ありがとうございました。徳島は去年の瀬戸内ツアーぶりだったから、そう、久しぶりでした。徳島もさ、あんま行くことなくて、そう、意外と瀬戸内でも他その瀬戸内の県に行くことってあんまないから、そう、え、そうなんです、徳島ラーメンを食べれました。そう、あの一部終わって二部までの間でみんな食べて、そうでね、ラーメン屋さんみたいなのが来てて、めっちゃ美味しかったです。染みた体に。岡山すっごい都会で驚いた。なんか岡山ってリオ、あのなんだっけ、多分一昨年ぶりかな、ストーチツアーの時和歌山リオ行かなかったから、あの出る人じゃなかったから、多分一昨年のスタジオで、なんか岡山でクレイジーママキングダムで多分イベントした以来な気がする。ギフトありがとう。リオツいっぱいカメコするしてね、載せてね。ギフトありがとう。そう、去年は食べれなかったので徳島ラーメン、今年初めて食べれて嬉しかったです。そう、昨日ねお弁当がめっちゃ豪華で、お昼のお弁当は骨付き鶏、阿波踊りの骨付き鶏でした。そう、なんか徳島は阿波踊り、あの踊る方じゃなくて鶏の方、食べる阿波踊りの方が有名だから、そう、阿波踊りの骨付き鶏でした。誰かいるの？二人部屋です。さあ誰でしょう。見て、え、どういうこと。なんで洗濯シャワー、あ、そういうこと。ウケる。そう、徳島ラーメン、なんかお肉とかもやしとか、あと生卵とかが入って美味しかった。今から向かいます、上手からよろしくね。待ってるね、嬉しい。ギフトありがとう。今日の髪型はまだ決めてないんですよね。でも今日は下ろしたい、まあ、あのまとめたり結んだりするんじゃなくて、髪は下ろした状態でしたいな、局的に下ろしたいですね。小豆島行こう、歌ったの？あ、星つけてた、リオもしかして、モアメ。
間違えたと思う。星、多分星ついてるけどちょっと間違えたと思います。やってないよリオ。そう、勝手に四国観光大使がやったので。そう、楽しかった。昨日2公演だったけどめっちゃあっという間でした。昨日の見送られか X に動画載せたんで見てくれたら嬉しい。見るね。え、そう、金の雫食べれてない。みーみーそう、象部屋はあずみんです。徳島最善で見れたけどリオツめっちゃ可愛かった。嬉しい、添えてくれて嬉しゅうございます。今日はね、ついに千秋楽でございます。千秋楽岡山桃太郎受験さん、ありがとうございます。高校1年生15歳のリオツのこと岡村リオです。ぜひフォローしてください。そう、今日はね配信もあるし、あと当日券もあるので、皆さん千秋楽見てね。今日もよろしく、待ってます。そう、出迎えない。試験さん、ありがとうございます。高校1年生15歳の4つのこと岡村理由です。フォローしてください。あ、星ついてた。間違えちゃった。愛の重さの音源がインスタで使えるようになって嬉しい。お、追加されたの、すごい。今度やってみよう。紫と黄色見えたよ。そうなんです、今日はファーストアルバムリード曲愛の重さの MV が公開されます。わー、今日の21時から公開です。皆さんお楽しみに。ありがとう。3回入ったけど逃げの気はしてくれなかった。悲しい、残念。残念ですね。うん、決まってるからね。どの曲かもう決まってるから残念ですね。今から向かう、嬉しい、気をつけてきてね。MV 楽しみにしててください。今日5列目の神手待ってるね。これから家出ます。ありがとう。岡村さんはいつも表情が豊かで見ていて楽しい。本当嬉しい。なんか声ガラガラなんだけど急に。 MV 楽しみにしていてください。そうです、リオ初めての MV、 まあセルフ MV はあるけど初めての選抜としての MV です。あと昨日ね、選抜メンバーのソロアーシャが公開されましたね。見てくれましたか、見てくれたかな。一応ガチャガチャで曲を決めてる体じゃなかった。それは体ですよ、体。だってその場でさ決まってさできないよ。もう50何曲もあるのに STU の中で。リフトありがとう。そう
アーシャー、なんかさ、あれは大人の方が決めるんですけど、だからリオは意見を言えなくてすごいなんか清楚な感じで、なんか緊張してる顔を選ばれました。いや別にあれ緊張してるわけじゃなくて、そうファンのみんながリオツン緊張してるみたいなの書いてたけど、あれは緊張してるわけじゃなくて、たまたま緊張してるように見える写真を選ばれただけで、他にも笑顔の写真とかいっぱいあったけど、まあ、大人の方が選んだのでリオは何も言えないので緊張してるみたいな写真が選ばれましたそう、清楚つん主権さん、ありがとうございます。高校1年生15歳のリオツンこと岡村リオです。フォローしてください。可愛かった本当何枚も撮った？もちろん結構撮ったよ。結構撮りました。演出じゃないよ、演出じゃなくて普通に撮ったし、緊張してないし笑顔で撮ったけど、たまたまあの表情が多分撮れて、でたまたまあれを使われたっていう。おはよう。そうだから緊張してないです、別に。歯磨きご苦労さん。ねえ、やだ、やだ、今岡山に向かう新幹線待ってるね。最終日気をつけてきてね。ありがとう頑張ってくる。最終日だ、ギフトありがとう。最終日だ、岡山向かい中待ってるね。聞けなくなってないし、もうなんかできなくて待ってるよ。行けばなっちゃうことないけど、ギフトありがとう。一旦なくなるからね。なんだろう、もうこのフレフレ今何してる。このなくなっちゃうの寂しい。いい人ありがとう。そんなに激しい私の歯磨き普通の逆に今日控えめにしたんだけどこの前の全然なんかちょっと今日控えめにしたもちゃんとちょっとお風呂場まで行って歯磨きしたんですよ。この前はモロにツアーが終わったらリリーベイが本格化。そうなんですよね。てかもう6月になった実感がなくて本当に。だって今6月2日じゃない？嬉しい、待ってるね。ありがとう。今6月2日？ありがとうね。花火も一応おめでとう。6月。ありがとう。ゆきさん唇ありがとう。まえちゃんラブレターありがとう。ブルースカイのハートありがとう。え、こないだのアピの配信であずみが頼れるお姉さん出てる。まかりの話かりゅうちゃんに始めましてしに行きます。嬉しい。マジで楽しみ、会おうね。ありがとう。今何を落としたっけ。あ、そうだ、6月本当にいろいろあるので、本当にいろいろありますね。そう、洗顔の音も聞こえてたの。アルバム一般的だった気がする。ラッキーセブンはほぼほぼ半年終わってる。確かに。え、確かに。え、だって1年は12月12。そうだ、今までで一番、早いよ。あれかもしれんね、千秋楽っていうのもあってたくさんファンの方が来てくれて客席がギュギュギュってなってる。スペースキュー、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 キ
ありがたいです、本当に嬉しい。キュートありがとう。皆さん、ハートありがとう、クギさん。唇、ありがとう。ピンさん、唇、ありがとう。何が有名？きびだんご。りょうきびだんごしかわからん。きびだんご？カイトさんラベルト、ありがとう。だけ？ありがとう。昨日ありがとう。岡山って何が有名？ありがとう。他に、きびだんご以外に。熊高さん、バラ、ありがとう。何が有名なんだろう。ふってポストしたんで、気づいたら喜くね。見とくね。嬉しい。なんだろう。嬉しい嬉しい。そのポスト、見つける。りょうちゃん、めっちゃ透明感あるで、最高。日の光を浴びて。日の光浴びてるから。あ、もうすぐ分かる。ありがとう。え、改造、私ね、初めて行くんですよ。ループしてる？マジ？おーい。ループ。おーいおーい。ヒー君、愛のラブレター。桃？ T シャツ。マスカット？ T シャツ。フルーツ系か。確かにフルーツ系が有名かも、岡山って。マスカット。大手まんじゅうって読む？大手まんじゅう？あ、まんじゅう。大手まんじゅうっていうのがあるの？学割だわ。知らない。ラッキーセブン、そうだ、岡山城。リオは、唇ありがとう。リオはね、食べ物にしか興味がない。いや、ね、いろんなね、有名なところも興味がありますが、一番惹かれるのは食べ物です。あの昼前焼きそば、焼きそば配信がね、始まったから美味しそう、聞いてください。焼きそば美味しそう。お家でも食べたい。どこでも聞けるようになっちゃう。大手まんじゅう食べたことないよ、知らなかった。デミカツ丼、おかの美味しそう。ありがとう、お待ちしてます。お待ちしてるね。牡蠣の入ったお好み焼き、あ、岡山なの？新しい感じなんだ、それって。ホルモンうどん、え、嬉しい。ホルモン、りょうさん、ホルモン食べたことないんよね。嬉しい。食べたことない。あの、パーナがホルモン好きなんですけど、りょう、ホルモン食べたことない。配信あるよ、今日は。ありがとう。ホルモン、嬉しい。ママカリ、魚、ママカリっていう魚がいるの。すごい、みんななんでそんな詳しいの。すごいね、詳しい。エビ飯、エビ飯って何？エビが入ってるの？貫禄ある学生だな。もうすぐ岡山。え、嬉しい。待ってるね。本当にもう声援、完成熱量すごくって。ほら、ありがとう。日本一の駄菓子屋がある？岡山に？そうなの？リード曲コールできるようにしてる。そうなの？すごいです。ホルモンうどん、え、やばい、うどん食べたくなってきた。いや、うどん好きなんですよね。サプライズあるかな？うどん食べたい。あるかな？ギフトありがとう。発表あるかな？あずみのあずみかよかった。リフトありがとう。なんかね、下手説、私、安住、阿波踊り、あ、昨日ね、阿波踊りしたんですよ、徳島で。徳島の MC でマヒナさん、マヒナ先生レクチャーで、私メンバーでステージ立った。リフトありがとう。安住、阿波踊り下手説、もう40分か、下手かもしれない。で、45分になったら壇上読みたいと思います。ひーくん、ハート3連ありがとう。ツアーで遠征するとき、ご当地グルメ味わうのも楽しみの一つよ。だよね。え、ファンのみんなもそうなんじゃ。なんかさ、リオたちもさ、差し入れとかさ、その日のお弁当とかで、その、ご当地のものが来たら、テンション上がる。テンションぶち上げです。風は松が似たそう。あー、確かにこんなんある。感想ところ、リフトありがとう。確かに添えれると手とか似てるかも。え、エビ飯はカラメルソース、え、カラメルソースとケチャップ、カレー粉などを合わせたものにスパイスを効かした焼き飯。え、全然想像つかないんだけど、美味しそう。でも大
美味しそうだね。愛の重さ聞いた？聞いた？ありがとう。え、前に四国メンバー阿波踊り行ったか。愛の重さ初めて分かったよ。君の気持ち背負ってみて知った。行きたい。ここが痺れるくらい。行きたい。何頑張る世界が強いような重さ。久しぶりのリオちゃん、うん、久しぶり。やりたいですね。それまでにちょっともうちょっと上達しとかんときゃ。全然ちょっとみんな先生あれ、私ね、私なんかちょっとできてないよって言われちゃった。あずみんなでダンスっぽく歌声素敵、ね、決勝戦頑張ってね。え、昨日さ、お見送ダンスになってたの誰かい、お見送りかい、え、お見送られかい、られかいだっけ。お見送られかいでさ、ファンの方からさ、あの歌手力おめでとうって言ってもらいました。嬉しかった。こんにちは、頑張ってねって。おにれの木陰の下でが好きすぎます。嬉しい、言ってありがとう。最終日なんかサプライズある？サプライズ？あれ、アワドリか。わかりませんね。あ、まあ、そもそもアワドリから撮ってるんだ。リオたちは知りません。そういうこと？何も知りません。お、昨日ありがとう。なんでしょうかね。いい人ありがとう。知らないよ、ほんまに知らないよ。何も知りません。ほんまに知らんよ、ほんまに知らんよ。これはガチです。リオは嘘つけない人なので。リオは嘘をつけません。お買い向かってます。知りません。ありがとう、嬉しい。言い切れる。知りません。ゆうたさん、ハートありがとう。ケンジさんの通所撮ってないよ。そう、MC でね、暇の時もケンジさんが撮られて、全力でなんか走れない。時には抜きたくなる。ゆうたありがとう。僕はそんなに強くはない。今は少しだけ休ませてくれ。明日、何を急がなくなっていいじゃないか。全力はやめよう。え、あのさ、あずみんの応援アカウントあれじゃない？ジョン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 、かわいい画像作ってしてくれてもいいか。リフトありがとう。ブルースカイさん、ハートありがとう。お尻が、お尻が痛い。え、お話しかも見つけた。リフトありがとう。俺もね、お話しかもお待ちしてますね。ね、もう千秋楽だなんて、もうびっくらびっくらびっくら。お話しからお待ちしてます。ぜひ来てください。歌手力決勝立川も行く。お、待ってる。え、歌手力の場所出たんだっけ？立川ステージガーデン、残りもう少ししかない。出た、ぜひ通所。もう場所出た。たくさん来てくださったら嬉しいです。出たのかな。びっくりした。ゲストありがとう。仲良くしてください。こちらこそです。こにゃまるさん、そう、ありがとう。愛用も愛用もサビ前、真ん中でリオが登場して歌うとこがテンション上がって好き。あ、リオの歌ありね。こういう君ね、いてほしい。勝手に描いてた腕に抱くこともせずに。待ってます、大阪のサイン会。リオマそこ好きです。あ、場所発表済み。立川ステージガーデンです。立川、なんかさ、前回の決勝は多分日本青年館ホールだったじゃないですか。で、多分立川ステージガーデンってファイナリストライブをやったとこなんですよ。そう、結構大きいステージだったから、ちょっと緊張しますね。ぜひ
ません、リンクして立川ステージガーデン6月も行きます、一緒に行きよう、壇上読もうと思います、一緒に行きましょう。カイトさん13位ラクラクさんありがとうございます。12位深夜さんありがとうございます。11位ひらぎさんありがとうございます。10位ドーグラスさんありがとうございます。9位鈴鹿さんありがとうございます。8位セガラピーさんありがとうございます。7位日傘のタッキーさんありがとうございます。6位ゆずけちさんありがとうございます。5位あやさんありがとうございます。4位よしゾンビさんありがとうございます。3位ワライオンさんありがとうございます。2位サムテリュウジさんありがとうございます。そして1位はズル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 バン小山っちさんありがとう、イエーイ、え嬉しい、ありがとうね、待ってる、ありがとう、去年の七夕公演以来のリオツン、えマジ嬉しい、待ってるね。それでは皆様、ね、あ、世間さんありがとうございます。高校1年生15歳の四つんこと岡村リオです。ぜひフォローしてください。今日は7周年ツアー岡山千秋楽です、よろしくお願いします。千秋楽みんなで最後まで最高に楽しみましょう。リオも最高なパフォーマンスをお届けします。お届けします。明日朝配信、え、わかんない、明日さ小平寺あるんだよね、リオ、そう明日小平寺もあるし、小平寺の他にも仕事があって、そうだからちょっといつ配信できるかわかんないです。千秋楽お願いします。配信もあるので見てください。当日券もあります、ぜひ見に来てください。ペンライトカラーは紫と黄色です。コールはリオツンでお願いします。千秋楽お願いします。あとお話し会も再販中です。あの6月22の幕張が今回の大再再販で最後の受付になるので、今3時間目だけが残っています。その他はね完売してるんですけど、3時間目が残ってるので3時間目会いに来てください。他の日も待っております。それでは千秋楽行ってきます。来てくださる方お気をつけてね。バイツーン頑張ります。ファイツンします。バイツーン、行ってきます。